俺らのためにやってくれてんだよ。あと5人来てくれてるだろう。お前と一番近い人間、軍団だよな。もう淳なんかずっと涙流してくれてるわ。どういう思いでお前あの5人が支えてくれたか、お前気持ち分かってんのか。ここに出てくることにリスクしかねえからな。お前のこと好きだ好きだって擁護することは世間でこの仕事やる中でリスクしかねえからな。それなのに出てきてくれてんだぞ。そんな子はいるか、あんだけ優秀な芸人になって。若い頃世話してくれた、ご飯食べさせてくれた、それだけの思いでずっとお前の味方だよ。アツシなんかそれで何人敵作ったんだよ。ごめんな。すいません山本さん、今みんなの話聞いてて僕山本さんのこと支えすぎたと思いました。でもあの時山本さん立ってられないぐらいなの俺近くで見てたんで、絶対俺はお世話になってる分山本さん支えないとって思いました。だけどその支え方が俺間違ってたなと思いました。すいません。かっこ悪い姿俺たちに見せたくないでしょうけど、そんなのもう関係ないです。かっこ悪くても僕ずっと山本さんについてきますんで、これからも俺にいろいろと教えてください。もう一回全員に謝れ、謝れ全員。